血液型と性格は関係ないと言われています。どうか怒らず見てくださいね。マジで大型くん好きだから背中に大型くんの名前掘ろうかな。マジでやめな。なんで？それはちょっとやめといた方がいいわよ。そっか。じゃあ見えないところに掘ろうかな。いやマジでやめな。なんで？まあこんなことは言いたくはないけど、一生その人が好きとかまだわからないじゃない。でも今大好きだし、やっぱり入れようかなって。だから待ちな。親にも相談した？やりたいことは今しかできない。そうだね。でもやりたいことやるのってすごく大切だと思うけど、目の前のことだけ見て後先のことを考えない。大型ちゃんに告白しようと思う。どうやって告白しようかな。やっぱり放課後屋上に呼び出して告白とか。僕はラブレターかな。 LINE で告る。まあとりあえずやってみろ。大丈夫か。大型ちゃん。あ、ビーガナ君。俺好きな人がいるんだ。そうなんだ。それは誰でしょ。誰だろう。ヒントはめっちゃふわふわで可愛くてボブヘアの子。へえ、そんなのいっぱいいるよ。じゃあめっちゃ可愛くてふわふわで。さっき言ったよ。俺の目の前にいる子。わ、私。そう、そう。よろしくお願いします。よろしく。やっと告白してきた B 型くん、判断が遅い。あ、A 型ちゃん。あ、B 型くん、やっほー。ん、冷たい。あ、A 型ちゃん。あ、AB 型くん。バイバイ。どうした AB。 いや、なんでもない。ねえねえ、B 型ちゃん。どうした髪の毛ボンボン。 A 型ちゃんってさ、今好きな人いるの？ねえ、どうしたの？ A 型ちゃんのこと好きなの？いや、ちょっとそういうのじゃないけど、なんか気になってさ。ほうほう。ちょっとさ、僕が聞いたっていうのは内緒で、いい感じに聞き出してくれない？あ、わかった。ねえねえ、 A 型ちゃん、 A、B 型くんが A 型ちゃんと最近好きな人できて、はってー。いや、ほら、ここそ B 型。なんで？知らない。好きな人っていうか、最近このアニメのキャラに同じなんだ。